次回登場するのはトウザンゴサウルス。体長およそ7メートル、中国で発掘されたジュラ紀の草食恐竜よ。特徴は首から尻尾まで並んだ三角形の板、尻尾のトゲを武器にして身を守ったらしい。めちゃめちゃ強そうだ。めちゃめちゃ強そうだ。強そうじゃんか。トウザンゴサウルス。リュウタはもう喋る。